島市生まれ、茨城県稲敷郡久木崎町出身の元プロ野球選手。宇藤左だ。愛称は、ジャキ8歳から、茨城県つくば市の久木崎ファイターズで野球を始める。以前から始めていた柔道を10歳まで両立していた。中学からは、龍ヶ崎リトルシニアに所属。同学年に、神戸拓子がいる。中学3年時、陸上走り幅跳びで、 茨城県総体2位。上層学院高等学校では1年生春から1番にいる一種として出場。同学年に横川市学、一学年下に坂勝彦がいる。1年時、第31回明治神宮野球大会に九州地区代表の東福岡高校と準決勝で対戦し本類打を記録したが敗退し、ベスト4。2年生時2001年の 第73回選抜高等学校野球大会に出場し、準決勝まで1安打と結果が出ず決勝戦ではスタメン落ちした。3回から途中出場した第1打席目に、レフト戦2塁打を放ち追加点のホームを踏み、茨城県生発の選抜甲子園大会優勝に貢献した。同年夏の第83回全国高等学校野球選手権。 大会茨城県予選準決勝で9回1アウトから同点本塁打を含む2試合連続本塁打を記録。第83回全国高等学校野球選手権大会では2試合連続3安打を記録したが敗退しベスト32。3年生夏の第84回全国高等学校野球選手権大会茨城県予選決勝では 水戸賞の長峰商事から決勝3ランを放ち、ノーシードから第84回全国高等学校野球選手権、大会茨城県予選優勝に貢献した。第84回全国高等学校野球選手権、大会ベスト8をかけた3回戦では、同大会で優勝した森岡良介、加計雄二郎を擁する明徳義塾中学校、高等学校と対戦し6対7で赤敗し、 ベスト16、高校通算22本塁打、甲子園、通算11試合33打数10安打、打率30、303を記録した。青山学院大学では1年生から、東都大学野球一部春季リーグ戦に9番最抑止として、出場。3年生時に、第54回全日本大学野球選手権で4試合17、打数11安打の大会大記録となる。 安打数で、首位打者を獲得。その後、日本で開催された第34回日米、大学野球選手権では一番打者として、全4試合17打数5安打。打率、294を記録。同年の党と一部周期リーグ戦にて、ベストナインを獲得した。4年生時に、第55回全日本大学野球選手権で2試合連続本塁打を、記録。 同年の党と一部周期リーグ戦にて通算100アンダーを達成。リーグ戦では通算94試合出場、355打数100アンダー打率、28210本塁打40打点で全国大会通算では11試合46打数、20アンダー打率、4383本塁打を記録した。チームとして、 2003年、東都大学野球一部、周期リーグ戦で、優勝、2005年春季から2006年春季まで、同級生のつぶらやひ谷秀俊、高市俊、横川志学、楠木祐介、下級生の小久保哲也、小林健二、九子健太郎、井上祐介と共に、リーグ戦3連覇を達成し、戦国東都といわれる、東都大学野球一部リーグで、計4度の優勝を経験。 2003年第34回明治神宮野球大会ベスト42005年第54回全日本大学野球選手権優勝同年第34回日米大学野球選手権日本代表2006年第55回全日本大学野球選手権準優勝2006年11月21日に行われた大学生 社会人ドラフト会議で西武ライオンズから60名で指名され、推定契約金4000万円、年俸千2 0 0万円で契約し入団した。背番号0。同年のドラフトでは、大崎のほか横川志学、津村屋秀俊、高市俊も指名を受け、青山学院大学公式野球部から同時に4名が指名されたのは1996年に、井口忠人、 沢崎と和、清水商会、倉谷信二が指名されて、以来10年ぶり2回目であった。後に2008年に、くす雄介が指名され、青学大同級生5人が、プロ野球選手となった。2007年、2軍での前半戦は、代打や途中出場が中心となり、後半戦から主力選手として起用された。打率、274、3本塁打。 5投類の成績だった。シーズン終盤から1軍に初昇格し、5試合で1番、右翼手のスタメン出場を経験した。2008年、2軍で規定打席に到達し、イースタンリーグ4位の打率、311、5本塁打、13投類を記録した。1軍がパ、パリーグで優勝を決め、昇格試合に入り1軍に昇格したが1安打に、終わった。チームは、 パリーグ優勝の勢いそのままに日本シリーズ優勝、アジアシリーズ優勝を飾った。アジアシリーズでは全試合にベンチ入りし、天津ライオンズ戦では途中出場したが一打数0、安打に終わった。2009年、開幕前の WBC 日本代表との強化試合で岩隈久さからホームランを放ち、その後も韓国戦4安打、台湾戦3安打。 中国戦にアンダと4試合10アンダを記録。開幕1軍入りは逃したが、5月上旬に1軍に、昇格すると5月31日の読売ジャイアンツ戦で10回裏、マーク・クルーンからサヨナラアンダを放ち、プロ初打点が初サヨナラだとなった。6月10日の阪神タイガース戦では9回裏に、ジェフ・ウィリアムスから代打で、サヨナラ押し出し支給を選び、 プロ2打点目もさよならとなった。この年は75試合に出場し打率275を記録。同年に行われた U-26NPB 選抜隊大学日本代表に NPB 選抜の一員として出場した。2010年4月25日に一般人女性と入籍を発表。4月28日、対千葉ロッテマリーンズ8回戦。 5回裏に、唐川優を乗れから、プロ初の右腰ソロ本塁打を記録。6月4日、タイヤクルト戦を最後に抹消され、その後は1軍の出場機会はなかった。2軍では、規定打席に達しシーズンを通して3割をキープ。2類を主に守った。2011年、8月19日に1軍に、昇格すると初先発で3安打を記録。その後は主に DH や代打として、 シーズン終了まで1軍に定着。大打成績10打数4安打。400を記録。クライマックスシリーズでは5試合11打数3安打に、打点の成績を残した。2012年、自身初の開幕1軍入り。特に6月の活躍は目覚ましく6月月間 MVP の最終候補にノミネートされ、月間打率。375を記録した。 7月以降は、秋山翔吾の怪我からの復帰に伴い右投手の先発出場が主な起用となったが、CS 争いが激化した9月以降は左右の投手関係なく、レギュラーとして定着した。自己最多の107試合に出場。クライマックスシリーズでは3試合すべてに先発出場し、すべてでヒットを放つ。3試合9打数3安打2打点。 2013年2013年、背番号を急に変更。2年連続での開幕1軍入りを果たしたが、4月2日に、出場1打席で2軍へ抹消される。4月27日に再び1軍へ昇格すると、同29日対東北楽天ゴールデンイーグルス、戦で満塁から代打で出場しだか、堀和也から2点タイムリーヒットを放ち、この試合のヒーローになった。 5月11日の対福岡ソフトバンクホークス、戦で8回裏に代打でヒットを放つと、9回表に公式戦自身初の二塁を守った。翌12日には自身初の4番ライトで出場し、4打数に2安打に打点を記録した。交流戦では、出場23試合51打数17安打を、放ち規定打席には届かなかったが、打率。 333を記録。8月17日の楽天戦では、9回西1.2類から、代打で出場資金人権人から、ライト前へ、サヨナラヒットを放った。サヨナラ安打は、自身3度目。9月10日に一軍登録を抹消され、シーズン中に最昇格はできなかった。主に代打や右腕のスタメンとして84試合の、出場し打率。 250を記録した。2014年、3年連続で、開幕1軍入りを果たす。4月17日の千葉ロッテマリーンズ戦で、南正輝から、自身初のイ打ソロ本塁打を放つ。3、4月は14アンダー打率318を記録。5月3日の対ロッテ戦では、自身初の一塁手として、先発出場。5月15日の対北海道。 日本ハムファイターズ戦では自身初の三塁手として出場。5月20日、交流戦過去9年間150打席以上の現役選手の中で通算打率352は12球団1位を記録。7月27日に森友也の昇格に伴い一軍の出場登録を抹消された。打が主な仕事で前半戦のみの出場だったが、 出場51試合で打率248代打での成績は32試合29打数9安打4打点321を記録した2015年開幕鬼軍で迎え5月7日1軍に出場登録される5月12日の対日本ハム戦で初スタメンで第1打席目に右翼スタンドへ決勝点となる本塁打を放つ 6月11日対広島戦で代打で、右前安打を放ったのを最後に出場登録から外れた。8月7日に一軍へ最昇格。9月2日、対ソフトバンク戦では8回裏1対2のビハインドで、迎えた西一二塁で代打で出場し、井原らし良太から右前同点的時打を放つ。9月4日、対ロッテ戦1対1延長10回表西二塁で代打出場し、 マスダ也から左中間にへ、決勝敵地ル塁打を放つ。9月6日、対イロッテ戦も、マスダから、追加点となる代打での敵地打を放った。この年は打率、219、代打では47試合中31試合に出場。26打数8アンダー5打点、打率、308を記録。2年連続で一軍30試合以上の、代打出場で3割を記録した。 得点圏は打率318を記録した。2016年開幕を2軍で迎え4月22日1軍に出場登録されるが4試合6打席5打数無安打に終わり1週間で2軍に降格。以降は1軍への昇格はなかった。2軍での成績は80試合出場、打率2861本塁が11打点を記録し、 大打成績は50試合に出場し3年連続となる大打打率3割を記録した。2017年2軍のオープン戦では打率450を残し2014年以来となる1軍のオープン戦に出場し2試合スタメン出場を果たしたが7打席無安打に終わった。開幕を2軍で迎え10月6日、球団事務所にて戦力外通告を受け現役を引退した。 2017年12月から石 P ソリダヤンスに勤務している。2019年11月1日に一般社団法人日本プロ野球選手会はプロ対談選手を対象としたキャリアサポートのための研修会を初開催した。東海にプロ野球 OB 講師として現公認会計士の奥村武博、現立小大学准教授の西谷久則と共に 出席した。身長169センチメートルと小柄ながら、ミートポイントまでボールを呼び込み、鋭いスイングで角度のある打球を生み出すスラッガー。大学の先輩である、井口忠人を尊敬し、2011年オフシーズンから現役を引退するまで、毎年、井口忠人が行う沖縄自主トレに同行していた。また、自主トレを通じストイックに取り組む鳥谷隆の、 トレーニングを目の当たりにし大きな影響を受けた。主な自主トレメンバーは、井口の他に、鳥谷隆竹原直隆、清田育弘、赤石武史、塚田正義、茶谷健太などが参加していた。交流戦開始以降、過去9年間150打席以上の現役選手の中で最高打率となる通算打率、352を記録している。 上層学院高校と青山学院大学にはスポーツ推薦で入学。大学4年時はドラフト会議まであえて就職先を決めずに指名を待った。大崎は現役を引退した後に西部に指名されていなかったら大学を卒業してから路頭に迷っていたかもしれないが、当時はプロ一本と自身で決めていたため河原らな監督と話し合いの末に退路を断ったと。 10回している。現役引退を表明した直後には、知人や生ブライオンズの球団関係者から仕事を紹介されたが、履歴書を仕上げるところから自分で仕事を選びたいとの理由で孤児。会社4基法を通じた業界研究をきっかけに、志望業種を M&A 関連企業やコンサルティング企業に絞り込んだ上で、およそ30社に履歴書を送り、 複数の内定先からイシッピージャパンへ入社した。大崎によれば自分の意思と行動によって進学先を決めてきた経験や企業経営者を取り上げることの多いテレビドキュメンタリーを現役時代の2007年頃から約10年間にわたって録画で視聴していたことが役に立ったという。イシッピージャパンへの入社後には元プロ野球選手という肩書きでは 野球以外の業種での仕事や一般企業への就職活動に全く通用しないが、次の仕事でも研鑽に努めることが、元プロ野球選手として果たすべき責務だと述べている。次男、大二郎は2003年上層学院時代に、第85回全国高等学校野球選手権、大会優勝時のメンバーで、第5回 AAA アジア野球選手権、大会日本代表として、 銅メダルを獲得している。卒業後、東京ガス公式野球部で2012年までプレーした。三男、健吾は2012年上層学院時代に第94回全国高等学校野球選手権大会に一番打者として出場し2回戦敗退。この出場により3兄弟とも甲子園大会に出場しスタメン出場となった。卒業後、 流通経済大学公式野球部として2015年第64回全日本大学野球選手権に出場し準優勝している。2005年第34回日米大学野球選手権日本代表メンバー2012年 U-26NPB 選抜対大学日本代表 NPB 選抜メンバー。ありがとうございます。